互い様を共に歩む。東日本大震災の最初の頃の話です。僕らは何とかしたいって思いで行ったんですよね。で、そういった思いを持った人たちがすごいたくさん集まってたんですよ。力になりたいって少しこう思う気持ちがあっても、なかなかそれを行動に起こせない人たちってすごくたくさんいるかなと思います、ね。まあ、こんなことだったら自分にもできるかなっていうのをこう皆さんに伝える中で、その一歩を踏み出すサポートっていうのができたらな。活動の中で写真洗浄っていうのがあって、それをやってる時にヨーロッパから来たボランティアさんが、思い出のないホームはホームじゃなくてハウスだから、こういう思い出をお返しする活動っていうのはすごい大事だねっていうのを言ってくれて、悲しみ方も違うし傷つき方も違うと思うので、なんかそのそれぞれの被害とか被災者の方たちが自分なりのペースで自分なりの生活を取り戻していくみたいな、なんかそういうところに一緒に歩んでいけたらいいなっていうふうに思いますね。人こそが人を支援できるということ。自分だったらどんなことができるのか。一人の100歩より100人の1歩。一日でも早く明日に向かって踏み出せるように、大変な時に手を差し伸べてくれるような存在がこの社会にいるんだ。ピースボード災害支援センターは、すべての人々が互いに助け合える社会を目指します。 PBV